坂本九、坂本九、坂本九、本名、大島久し、1941年12月10日から1985年8月12日は、日本の俳優、タレント、歌手、司会者。神奈川県川崎市川崎区出身。愛称は九ちゃん。妻は、女優の柏木由紀子。柏木との間に、娘が二人おり、長女は、大島花子。 次女は、前坂幸子。実祖父は、茨城県、田布瀬村、現、霞ヶ浦市出身の漁師、坂本金吉。また、サックス奏者の安倍香織は老い、姉の息子。上を向いて歩こうや、見上げて、ご覧夜の星を、明日があるさなど数多くのヒット曲を出し、全世界における、レコードの売り上げは1500万枚以上に達した。 また、映画や、舞台の俳優、テレビ番組の司会など活動は多岐にわたり、活動していたが、1985年、昭和60年8月12日に発生した、日本航空123便墜落事故により帰らぬ、人となった。川崎市の二役受け置業、丸木組の社長、坂本豊と妻、育、旧姓、大島の、 第9子、5歳であった実母にとっては3番目として誕生。9番目に生まれて、そろそろ名前のネタがつきてきたことから、9と命名されたという説がある。また、九の読みが、九に通じるからとも言われている。誕生日である1941年12月10日は、第二次世界大戦のマレー沖海戦が起こった日である。第二次世界大戦中に幼少期を送り、戦争中は、 母の実家のある、茨城県笠間市に疎開した。また川崎在住時代、一時、松明一家が、坂本家の近所に転居、在住してきた時期があり、坂本は、松とよく遊んであげたりしていたとのこと。戦争中の1943年10月26日に、発生した常磐線土浦駅列車衝突事故で、川に転落し、多数の犠牲者を出した車両に、 疎開のために笠間に向かっていた坂本は母と乗り合わせていた。ただ、事故の直前に他の車両に移っていたために遭難死を逃れる。成長して周囲の人々にこの一件を聞かされて知り、笠間稲荷神社の神様が自分を救ってくれたとして終生信仰していたという。後にはこの笠間稲荷神社で結婚式を挙げる。そして、 日光機事故で命を落とした時にも、笠間稲荷のペンダントが、遺体の身元を特定する決め手となった。高校生の時に両親が離婚。と言っても家は、近所で家族の交流は変わらなかった。旧など下の兄弟は母親に引き取られ、生は坂本から大島に。この前後からエルビス・プレスリーに憧れるようになり、右に出る者が他にいなかったと言われるほど、プレスリーのモノマネで、 仲間内の人気者となった。高校に上がると、当時不良の音楽で、一部の最も流行に敏感な若者たちに流行り始めていたロックンロール。当時は、そうじてロカビリーと言われていたに、さらに熱を上げ、初めて立川の商工クラブでアメリカ人を相手に人前で歌う。その時に歌ったのが、エルビス・プレスリーのハウンド・ドッグ・リトル。 リチャードのセンドミーサムラビンだった。1958年5月、日本大学高校在学中にバンドボーイを経て、当時ロカビリーバンドとして活動していた、井上博史とザドリフターズ、後の桜井照夫とザドリフターズ、現在のザドリフターズに加入し、ボーカル兼ギターを担当。八月十六日には、ロカビリー歌手として、第三回日劇ウエスタンカーニバルに初出演し、 新人賞を受賞する。半年後、11月芸能界の苦しさも経験し、母親の反対を押し切って入った芸能界が、どうも間違いだったと思い始めていた坂本は、学校を休学して芸能活動をしていたので、芸能界を一旦休業し学業に専念すると引退してしまった。しかし渡辺美佐の妹、真瀬信子は坂本家まで通い、 坂本と母親を強く説得。そして、初代、ドリフターズのリーダー岸部清も説得し、事実上の引き抜きという形でドリフターズを脱退。12月に、水原博士の抜けたダニー・イーダとパラダイス・キングの一員として、ビクター・レコードと契約。1959年6月に、題名のない歌だけどでデビューしたが、ヒットしなかった。無名時代。 平尾正章、ミッキー・カーティス、山下慶次郎などが出演した日劇ウエスタン・カーニバルに事務所の意向を無視して無理やり出演。バックでギターを弾いていたが当初は知られることがなかったが後に上記の新人賞を受賞している。ダニー・イーダとパラダイス・キング・加入でヒットしてテレビに出る以前のライブ時代の Q は新品のギターを叩き壊すなどのパフォーマンスもするパワフルで ワイルドなロックンロールスタイルった。1960年7月に東芝音楽出版東芝レコードに移籍。同年8月に移籍後第1弾シングルとして発売した悲しき60歳が10万枚を売り上げ初ヒットとなった。1961年の上を向いて歩こうは日本国外でも大ヒットし作詞の A6 助。 作曲の中村八代と合わせて689トリオと呼ばれた。中でも1963年には、すき焼きと題して、アメリカで最も権威のあるヒットチャート誌、ビルボードのビルボードホット100で3週連続1位を獲得、キャッシュボックス誌でも4週連続1位を獲得。ビルボードホット100で1位を獲得した日本人アーティストは坂本だけである。 この曲後に英語歌詞がついたが、1位を獲得したのは、坂本の歌う日本語版であり、その点でもこれまで唯一の例である。ヒットに伴い、1963年、坂本はスティーブ・アレン賞に招かれ渡米する。エドサリバン賞にも招かれたが、自身が主役の映画等を抜いての撮影スケジュールと合わず、エドの方は出演は叶わなかった。 渡米の際、キャピトル社長一家、当時のニューヨーク市長、クインシー・ジョーンズ、ディズニーランド副社長や多くのアーティストや著名人と対面しており、空港には1万人のファンが集まるなど、今では考えられないほど歓迎された日本人だった。そのため後年亡くなるまでの間、坂本はプライベートで外国に行って、アーティストのショーを観客席で見ていても、旧坂本が来ていると、 必ず司会者に紹介されていた。また、この上を向いて歩こうは1964年に、米国内でのレコード累計販売枚数が100万枚を超えたため坂本は、日本人初のゴールドディスクを受賞した。上を向いて歩こうの世界でのヒットにより、世界的に名前が知られたことで、国際的な活動も多かった。1964年の第18回オリンピック。 東京大会のウェルカムパーティーにゲスト出演し、さよなら東京、君が好きを歌った。資金難だった東京パラリンピックをチャリティコンサートで寄付金支援した。1970年の日本万国博覧会で若手芸能人の万国博委員に起用される。さらに読売テレビクイズエキスポ70の司会にも起用された。タレントとして テレビの司会や映画、舞台でも活躍した。また、歩みの箱運動、手話を広げる運動、障害者福祉関係の事前活動に積極的に参加していた。1971年12月8日に女優の柏木幸子と結婚、上を向いて歩こうがヒットする最中、夕張市を中心に当時流行していた小児麻痺のためのチャリティ賞が1962年から、 札幌テレビ放送主催のもと、札幌市で開かれ、坂本は無報酬で出演した。以来、毎年10年間北海道でチャリティーショーを続け、それをきっかけに1976年、札幌テレビ放送制作の福祉番組、ふれあい広場、サンデー級に取りむ。月に2回北海道の施設を取材し番組は作られた。この番組は休生まで9年間。 日曜朝9時から30分間放送された。番組の中、コンサートでも披露されたが、日本初の手話の歌、そして思い出を1979年発表。全国老和社大会で披露した。当時、坂本はヒットについて岡本太郎に声をかけられると、周囲からの重圧についての葛藤を泣きながら語っていたという。坂本は幼少時から、 兄弟や花町という土地柄や家業などの影響で、邦楽は元より洋楽の影響も多分に受けて育っていた。小学生の頃からハリー・ジェームスのトランペットは色っぽい、マイキの所作がいいね、などというほど自然に芸事や洋楽に触れていて、当時としてもとてもハイカラな環境で育った。家族兄弟で言うと、ジャズ、シャンソン、芝居、日舞、三味線、邦楽など、 一通りの影響を強く受けた。また、兄弟の影響で、ヨーデルにも手を出して、後に、それを活かした、ファルセットボイスを、恋のホームタウンや、素敵なタイミングなどで活かしている。シャミセン片手にそのさも歌えば、小学生の頃からナットキングコールも歌い、中学生になるとシャミセンをギターに持ち替えて、当時最も新しい音楽のロックンロールに、眼下されていく。 上をおむからいてを、うふえへをほむふいてというように言葉の裏の音、うふ、えへ、おほと、方角の素養も、洋楽の要素も持ちながら表現した、独特の歌い方は、誰もやっていない当時最も斬新な歌い方で、あったと、心へゆうみつごが後に回想している。また、斬新で新しい歌唱法と同時に、当時はまだまだロックンロール、ロカビリーは、音楽的な市民権を得てなかったこともあり、 坂本の歌はとても個性的で注目されたが、保守的な大人からはそれほど評価は高くなかった。デビュー当時は本人も大好きなアメリカンポップス、ロックをカバーして歌っていたこともあり、カバー歌手は他にもいたが、体の芯から理解して日本語を英語のようなグルーブで歌うのも、初手の歌手だった。また、キーが高めで軽いハスキーな性質も、個性的であった。 1985年にレコードレーベルをファンハウスに移籍。5月22日に移籍後、第一弾シングル、懐かしきラブソング、心の瞳を発売して、再び歌手活動を本格化させようとしていた。8月9日には、中村八代のコンサートにて、もう一度、6.8、9としてやり直したい、歌手としてやり直したいという意思を伝え、 中村と再度の意気投合を誓っていたという。坂本は8月11日夜にクイズクロス後、テレビ新広島の収録のため広島入りし、翌12日に同番組の収録、同年8月16日放送分を行った。当初の予定ではクイズクロス後の収録後に岡山から車で直接大阪入りする予定だったが、 夏休み休暇中のうつ緑の代役として、急遽、火曜スペシャル、NHKFM 放送の司会を務めるとになった、ため、一旦帰京した。そのため、この火曜スペシャル秋一番、坂本 Q の収録が、坂本の生前最後の仕事となった。この番組の中で、坂本は、素敵なタイミング、上を向いて歩こう、オいをフィフとデュエット、フォーザ、グッドタイムズ、 We Are The World 心の瞳親父見上げてご覧夜の星を懐かしらブソングを披露したほか同年6月8日に小賀正夫記念音楽大賞で入賞したことに触れとても嬉しかったこれからも皆さんと一緒にいつまでも歌い続けていきたいと将来への抱負を語っていたその後大阪府にある友人坂本の元マネージャーの選挙応援として 翌13日に行われる事務所開きに駆けつける途中、日本航空123便墜落事故に巻き込まれ、死亡した。坂本は、本来、国内移動には、日本航空ではなく必ず全日空を使っており、所属プロダクションや妻の幸子も、手配は必ず全日空でと指定していたほどだった。しかし、当日は、全日空便が満席で、飛行機や、 ホテルなどを手配した招待側の側近はチケットを確保できず仕方なく確保したのが日本航空123便であった。坂本と進行があった矢島淳一は事故の一週間前に坂本の家でこの件を知らされ全日空に帰ることを勧めたが坂本はでもせっかく送ってもらったからと述べ帰れなかったという事故の数日前 全日空が満席で日光しか取れませんでしたという、立候補者の側近からの誤りの電話が入っているが、当時電話を受け取ったユキコは忙しく、また勘違いをしていたこともあり、事故が起こるまで特に気に留めていなかった。そのため、家族も乗客名簿が発表されるまで日光機に乗っているはずがないと信じていた。しかし、乗客名簿の中に大島久と小宮勝弘、 小宮勝弘、坂本が所属する、マナセプロダクションのマネージャーの名が出て、事故に遭遇したことは否定できない事実となった。この事故で運命を共にした小宮は早めに、羽田空港へ行き、全日空便への振り替えを何度も交渉したが、ボンという自説柄叶わず、やむを得ずこの事故機に乗ったという。坂本、そして小宮の両名は、 政治家や著名人が利用することの多いボーイング 747SR-100 の2階席、部列の前方から4番目、64列に登場していた。坂本は、ハンティングワールドのボストンバッグを機内に持ち込んでおり、墜落現場で発見、回収された。その中に録音機能付きのウォークマン、ソニー製 WM-85 が入っていたため、家族は、 遺言が残っていないかと期待したが、当時頻繁に聴いていた楽曲、We Are the World が入っていただけで、遺言らしきものは何も録音されていなかった。事故翌日の8月13日には、事前収録の坂本本人が出演する、フジテレビ、なるほど、ザ・ワールドに l 200回記念が放送された。この時点では、安否不明の状態であったためえて放送され、番組の最後では、 ブラックバックに坂本九さんの無事をお祈りしますというコメントが寄せられた。墜落から九十九時間後の十六日、家族らによって遺体が確認された。遺体が発見されたのは十四日頃。遺体は損傷が激しかったが、普段から身につけていた笠間稲荷のペンダントが胸に突き刺さっていたことと首の太さが確認の決め手となった。また、 墜落現場では両手で足首をつかみ頭を膝の中に入れる安全姿勢をとった状態で発見されており即死状態であったという1985年8月17日放送の TBS キッチンパトロールでは遺体が確認された翌日であったため番組冒頭に坂本の死去を伝え哀悼の意を示すテロップ収録日を示すテロップが 番組の前半と後半に表示されつつ、元気な姿が放送された。また、同じく遺体が確認されてから、最初の放送となった8月21日放送の、フジテレビ系、夜のヒットスタジオドイックスでは、森慎一が当初予定していたオリジナル曲、うさぎの歌唱を、急遽取りやめて、坂本へ哀悼の意を込めて、坂本の持ち歌である、見上げて、 ご覧夜の星を、を、涙ながらに熱唱し、スタジオにいた出演者、スタッフのみならず多くの視聴者の涙を誘った。密葬は、東京都目黒区の自宅で行われ、本葬は9月9日に、港区芝の増上寺で取り行われた。そして、札幌テレビ放送で、福祉番組、触れ合い広場、サンデー級を担当していたこともあり、坂本の遺族と一緒に亡くなった小宮の遺族を、 札幌市内の STV ホールに招き、障害者とその家族だけを対象にした、忍ぶ会として、一般葬儀も取り行われた。会名は、天津院旧神原聖古寺。墓所は、東京都港区西麻布二丁目の長谷寺。墓には、見上げて、ご覧夜の星を、の歌詞の一部が刻まれている。また、信仰があった。 石倉三郎夫妻の賠尺人をゆき子と務めることになっていたが、結婚式直前に坂本が亡くなったため実現しなかった。坂本の不慮の死は、日本を音楽界、歌詞界、そして芸能界にとって大きな損失と言われたほか、福祉界においても大きな損失と言われた。例えば、彼の死によって手話が市民権を得るのが5年は遅れたと言われている。 坂本は前日の三米級の一環で北海道栗山城と交流があったことから、生協後栗山町に坂本級思い出記念館が設立され、関連の展示がなされている。坂本を記念して命名された木坂本という小惑星がある、発見は1993年、命名は1998年、小惑星番号の6980を、 689、トリオにかけたものである。坂本が最後に歌った、心の瞳は、結果的に遺作となってしまったが、横山純子などによって編曲され、現在では、混成三部合唱として、主に中学生に歌われている。また、明日がある差は2000年8月より約1年半減に、渡りジョージアのコマーシャルに起用され、 CM ソングを歌ったウルフルズによる、明日があるさ」はオリコン4位を獲得し、出演する吉本工業を所属タレントたちによるが、結成されるといった現象が起き、坂本の楽曲が、再び注目されるようになった。2007年3月4日より、ゆかりの地茨城県笠間市の中心駅である、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線ともべ駅で、明日があるさ」。 上を向いて歩こう、幸せなら手を叩こうのアレンジが初メロディとして使用されている。これは、笠間市、旧、友部町が、坂本が戦時中の学童疎開で滞在し、育った町であるということと、駅舎を京城駅舎に改築したことの記念という意味を込めたものある。さらに2012年7月24日には、常磐線岩間駅の京城駅舎完成に合わせ、 幸せなら手を叩こう、レッドキスの発車メロディーを導入している。2014年4月29日には、水戸線笠間駅でも、岩間駅と同じ発車メロディが導入された。また、2008年12月20日からは、坂本の出生地である、神奈川県川崎市の京浜急行電鉄京急、川崎駅にて、上を向いて歩こうが接近メロディとして使用されている。ほか、 2016年12月10日からは、JR 東日本川崎駅1.2番線、東海道線ホームにて、同局が発車メロディとして使用されているメロディの、制作はいずれの駅もスイッチで、編曲は、前者が塩塚博、後者は福島直也が担当した。2012年現在、茨城県笠間市の一部では、正午に、上を向いて歩こう、午後5時に、見上げて、 ご覧夜の星をのメロディが流れている。情報は公式ホームページなどを参照した。ダニー・イーダ・とパラダイス・キングで発売された楽曲はダニー・イーダ・とパラダイス・キングを参照。他、多数、注意点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。